主張竜は中世代三畳気候期に現れ、ジュラキ、白秋を通じて栄えた水生爬虫類の一群の総称。主張竜類にはその名の通り首が長く、頭が小さいプレシオサウルス類と首が短く頭の大きいプリオサウルス類の二つのグループがいた。多くは魚食性だったと思われる。非常に長い時間をかけて繁栄し続けたが、 他の大型水性爬虫類同様、白亜紀末の大量絶滅を乗り切れずに絶滅した。一部の種、例えばエラスモサウルスの仲間では首が体より長い。その他の種でも銅や尾を含めた長さと同じくらいのものが多かった。獅子は完全にヒレ状に変化しており、尾は短く水性生活に適応していた。当時の水中の生態系での頂点に、 君臨していたと考えられる。他の首の長い生き物としては、マメンキサウルスやタニストロフェウスなどがいるが、マメンキサウルスの頸椎19個、タニストロフェウスの頸椎9個に対し、エラスモサウルス科の仲間の頸椎は、最も少ないもので44個、最大で79個と生物史上最多の頸椎を持っていた。一方首の短いプリオサウルス類のシモレステスなどは、 頭蓋の長さが3メートル以上もあるが、頸椎は13個しかない。首長竜という日本語の名称は、双葉鈴木竜の発見に伴って、長谷川義和が作り命名したものである。それも、異訳で作られた造語である。学名のプリージーソリアには、トカゲに似たものという意味があるが、直訳しても意味が通じにくかったことから、この日本語訳の名称が付けられた。過去には、長形竜、 ヘビ首竜などとも呼ばれていたが、統一されてすらいなかった上、飛学術の範疇では、恐竜との区別さえ曖昧であったがために、新たに名称を作る必要があった。この意訳によって、プリオサウルス類は、首が短い主張竜と呼ばれるようになった。主張竜は陸に上がって散乱したか、そもそも主張竜は陸に上がることができたかという疑問について賛否が分かれている。肺呼吸をする。 海生爬虫類が卵を産む場合には、ウミガメやエラブウミヘビ科のウミヘビのように陸に上がらなければならず、そうでなければ海面で幼体を産む必要がある。主張流の骨格構造では陸に上がることは不可能とする見解があるが、反論として陸に上がることは可能だったとする説もある。魚流の場合、胎児を持つ化石や出産中に死亡した化石が発見されており、 最初から予想されていた体制であることはすでに証明されているが、主張流の場合は、卵の化石は元より、魚流のように胎児を持つ化石や出産中の化石も、長らく未発見であり、結論が出せない状況にあった。しかし、アメリカの研究チームが1987年に発掘された主張流の一種であるプレシオーサウルス類の化石を分析したところ、 体内に一匹の子供の骨格が残っていることが2011年に判明した。これにより、主張流は耐性であり、陸に上がって産卵する卵性ではなかったことが証明されたと研究チームは結論づけている。ちなみに、子供の体長は約1.5メートルで、親の体長と比べて非常に大きく、しかも子供はまだ成長過程にあったと見られ、最終的に子供は、 親の体長の4割を超えるまで成長してから出産された可能性があると見られている。このように主張竜は大型の子供を一度に一匹だけ産むタイプの生物であったと見られることから主張竜は同じタイプのクジラと同じように群れを作って手厚い子育てをしていた可能性もあると研究チームは語っている。首の長いプレシオサウルス類の葉は扁平な塩水状でキャシャで 強くものを噛む形状ではなく、葉の先端の摩耗も、わずかしかない。硬いものを食すのに適していないため、イカやタコなどの軟体動物を主に食べていたと考えられる。一方首の短いプリオサウルス類の葉は、先端が鋭く、根元が太い。強力な顎で、サメや大型のイカなどを餌にしていた。また、小型の主張竜類や魚竜類を食べていた可能性もあるとされている。 主に魚食性であったが、アンモナイトやオウムガイ等も食べていたこと、また、他の海生爬虫類や海面近くに飛来した、プテラノドンなどの抑竜や、陸上の恐竜を捕食したことが、近年の研究でわかっている。爬虫孔そうゆみやモクベレ流類に含まれる。恐竜も、そうゆみ類に含まれるが、主張竜と恐竜は、ペルムきに分岐した別のグループで、海の恐竜などと呼ばれることがあったが、 恐竜ではない。また、ブラキオサウルスなどの流客した目の恐竜を、首が長いことから、主張竜と呼ぶのも、誤った故障である。主張竜は、ウロコ流系類に属しており、原生爬虫類のトカゲやヘビに近煙とされている。直接の祖先は、初期のニセ類から分岐したと思われる。主張竜は、一般的に二大系統に分類される。このうち、プリオサウルス類は、 首が短く頭部が巨大な種が多い。ジュラキ、白亜紀にわって繁栄していたが、白亜紀後期の後半においては、魚竜などの一部の海生爬虫類と共に姿を消していた。もう一方のプレシオサウルス類は、首が長く頭部が小さめの種が多く、彼らは、ジュラキから白亜紀の終末に至るまで長く、繁栄していた。ありがとうございます。